無敵大吾のミトロンガイド、ナオキング長官、三つ星。さあ今日のテーマは介護施設での夜の過ごし方は、森の中はいろんな動物がいて怖いんだもん。宇宙は常に真っ暗、昼も夜もない。そんなのどうでもいいから三つ星探してきてください。今回訪ねたのは広島上皇福祉会が運営する介護老人保健施設、スカイバードだもん。スカイバード、新しい宇宙船か。うん、違うと思います。介護老人保健施設は介護を受けながらリハビリをして在宅復帰を目指す施設です。在宅復帰を目指すんだ。へー。午後6時、うん、夕食の時間を迎えたわよ。わーいわーい、オイラのアトリどれ。そんなのないから調査続けて。はーい。お姉さん、落書きしてるの。これは、皆さんの食事の摂取量を記録して残してます。一人一人朝昼晩と食べた量を記録しているから利用者も家族も安心なの。お、ライトが消えたぞ。そろそろロケット打ち上げか。ワクワクするぼ。消灯よ消灯。午後9時になるとみんな寝るのよ。なかなか眠れない方もいらっしゃって。ですよね。なんかもうテレビ見て過ごされる方もいらっしゃったり、うん、基本的にはその思いに沿って自由に過ごしていただいてます。あ、そうですか。お、素敵な子守歌だぼん。違うよ、これはコールよコール。利用者さんが呼んでるの、うん、トイレや体調の変化など何かあったらボタンを押してスタッフを呼ぶ仕組みなの。うーん、何事があってもね、駆けつけてくださるから安心して、ね、眠れます。そうですか。とは言っても夜勤でドタバタして休日がちゃんと取れてるのか心配です。そうですね。広島上皇福祉会ではですね、はい、週休3日制を選択することができるんですね。週休3日制？週休3日制だと年間休日がなんと158日、夜勤も16時間から10時間に短縮できます。それはいい話だけど、ちゃんとやる気のある人が入ってくるんですか？そこは気になりますね。おや、俺様の歓迎パーティーか。違うと思います。これは広島上皇福祉会の内定者懇親会、この春入る新卒職員と家族を招いた食事会なのよ。君らはやる気はあるの？やっぱり自分がやりたかったことなので、自分が利用者さんに対してどういうことができるかなっていうのを考えながらやっていくっていうのはすごく楽しみでもあります。そうですか。全部で20人が入るのよ。20人、たくさん入りますね。新人さんのやる気に期待ができる。素晴らしい、三つ星をあげます。スタッフの手厚い介護で夜も安心だね。うちも先進の週休3日制を導入しましょう。いいな、働くのは1日だけ。どんな計算だよ。